リンクスタート。ミッション開始。ミッションクリアだな。ここの敵を全滅させるぞ。久しぶりだからね。練習相手になってもらうぜ。ここの敵を全滅させるぞ。ナイス。ミッション開始。ミッションクリアだな。ミッション開始。ミッションクリアだな。ミッション開始。ミッションクリアだな。回復しない。ミッション開始。見つけた。一見突破だ。貫け。よし。ミッションクリアだな。ここの敵を全滅させるぞ。スターバースト。ストリーム。次だ。全滅させたな。ナイス。戦果としてはまずまずか。できればもう少し勝っておきたいところなんだけど。そろそろあいつとの約束の時間だからな。この辺りで切り上げるか。と、メッセージが来た。誰からだ。
お兄ちゃん、今時間ある？ちょっと見せたいものがあるから、いつものログハウスに来てくれないかな。他のみんなにも集合かけてるんだ。よろしくね。まあ、困ったな。先約があるんだけど。見せたいものってなんだ？何か企んでるのかな、すぐのやつ。ちょっと気になるな。待たせたかしら、キリト。あ、来たか。時間ぴったりだ。約束通り、アルブヘイムオンラインの世界を案内するよ。ああ、そうだ。その前に、ちょっと寄り道していいか。別に構わないけど、どこへ？俺の仲間たちに紹介しとこうと思って。ちょうど今集まってるみたいだし。じゃあ、行こうか。クイネラ。よーし、絶対他のパーティーに勝つよ。オッケー。早速モンスター討伐競争って。やれやれ。サービスだよ。サービスだよ。よし。装備してみよう。敵だ。次へ向かおう。装備してみよあれば叩き込め。敵だ。Get him!
見つけた。スターバーストドリーム。トリビア、これでいける。こいつを倒せばクリアだ。行くぞ。届かなかったか、残念。クイネラさん、ALO は初めてなんでしょ？それであの動きができるのはすごいと思う。大したことないわ。いえいえ、実に大したものでしたよ、お嬢さん。ああ、華麗に敵を蹴散らすその姿は、まるで伝説の戦乙女のよう。例えるなら、戦場に咲いた一輪のバラ。あ、もしよろしければフレンド申請などさせていただいても。
ちょっとクライン、ナンパはやめなさいよ。クイナラさん困ってるじゃない。ナンパじゃねえよ。俺はただ彼女が少しでも早くこのゲームに馴染めるようにだな。だとしてももう少し自然体で誘えねえのかお前は。それにしてもクイナラさん同じ学校なのよね。驚いたわ。ああ、これも何かの縁だしな。ALO の魅力をたっぷり紹介してやるぜ。ありがとう。面倒見がいいのね、あなた。まあ、基本的に親切だよね、キリト君は。彼自身にも少し興味が湧いたわ。今、なんて？ああ、みんな、そろそろ扉を閉じるよ。ログハウス前に戻ってきましたね。話には聞いてたが、体感してみるとすごいもんだな、ガラクシアっての。単なる再現映像とは思えないリアリティだった。でしょ？まあもちろんいろいろと制限はあるんだけどね。面白い使い方ができそうだから、もっとあれこれ試してみるつもり。なあ、リーファー。ん？何？俺、実はまだ状況が全然把握できてないんだけど、今の戦闘は一体何だったんだ？いきなりログハウス前に扉が出現して、みんなでそれをくぐったと思ったらエネミーが出てきて、何かのイベントなのか？でも、そんな告知なかったよな。キリト君、ガラクシアって聞いたことない？どうした？クイネラ。いいえ、何でも。ALO の世界を案内してくれるのだったわね、キリト。行きましょう。悪い。そうだったな。じゃあみんな、また後で。眠い。結局調子に乗って、夜中まで遊んじまった。もう少し寝てたいけど、テスト近いし、勉強も頑張らないとな。おはよう。いや、クイネラ、昨日はどうも。よかったら一緒に学校行こうか。転校してきたばっかりでまだ慣れてないだろうし、近道とか教えてやれるぜ。信号次第で最短ルートが変わるから、遅刻しそうな時に役に立つんだ。学校ね、こちらには転職という概念がないから、子供たちはみんな学校に通い続けるしきたりだったわね。何か言ったか？何も。昨日会った者たちも同じところに通っているの？何人かはな。別の学校のやつとか、働いてる社会人組もいるけど、昨日のメンバーだとアスナ、シリカ、リスは同じだし、後で顔を合わせると思うぞ。それにしても随分と仲がいいよね。あの子たちといる時のお前は普段よりも力が抜けていたというか、いえ、むしろお前にとってはそっちの方が自然体なのかしらね。まあ付き合い長いし、気の置けない仲間ってやつだな。そうで、あの中の誰を生涯の伴侶とするかはもう決めているの？何を言い出すんだよ突然。幾人かから好意を向けられているようだったから、私の見立てでは。ちょっと待った。待ってください、クイネラさん。なんでそんなことがわかるんだ？経験と観察。恥ずかしがるようなことかしら。アンダーワールドの貴族の中には女性を何人もはべらせているようなのもいるわよ。俺はリアルワールドの育ちなんだよ。アンダーワールドの、それも貴族様の価値観を持ち出されても。あれ、なんで君がアンダーワールドのことを。もしかして最終決戦の時に集ってくれたプレイヤー？いや、でも
あっちの貴族についてまで知ってるってのは。お前こそ何を言っているのかしら。この私がアンダーワールドのことを熟知しているのは当たり前じゃないの。そうか、言われてみればそうだよな。クイネラがアンダーワールドのことをよく知ってるのは当たり前だ。当たり前なんだけど、なんで当たり前なんだ。何なんだこの感覚は。何かがおかしい。クイネラ。そう、忘れちゃってても違和感を覚えることはできるの。それは一体どういう。おい、いきなり何するんだよ。しっかり反応できたじゃない。腕が鈍ったわけではないよね。俺の手にも剣。リアルワールドのはずなのに。なぜ。抵抗する権利を認めてあげるわ、ボーイ。だから私を楽しませなさい。俺とあんたはかつてこうして戦った。思い出したぜ、アドミニストレーター。もう一つ分かったことがある。どんな事象であれ、あんたが生身でリアル世界に存在することは不可能。つまりここはまだ仮想世界の中なんだ。覚めたみたいね。おめでとう。機関車学校の転校生クイネラか。ありえないよな、そんなこと。そもそもあんたは死んだはずなんだ。一体どういうことだ。まさかあんた俺の記憶を改変。いや、それ以前にあんたは今本当にそこにいるのか。俺の見てる夢は誰かの仕掛けた幻じゃなく。何か言ったらどうなんだ、アドミニストレーター。この世界は確かアルブヘイムというのだったわね。さっきの石造りの建物がひしめく灰色の世界よりは緑の多いこちらの方が落ち着く。飛竜の背から眺めた景色を思い出すわ。剣を収めた。さっきも完全に消えている。いつまでそんな物騒なものを突きつけてるつもり、坊や。それともまさか誠意のない相手を切ろうというのかしら。あんたが何を考えてるのか俺にはさっぱりわからないんだけど。質問には答えてあげるわ。私は夢や幻ではなく、ちゃんとここにいると言っても証明する方法はないし、私自身なぜこうなっているのか説明もできないのよね。不愉快な話だけど。何？気づいたらこの世界にいたのよ。最後の記憶はセントラルカセドラルでのゴーヤとの殺し合い。死んだはず。そう、やはり私はもういないはずの存在なのね。二つ目、お前の記憶を改変したか。答えはいいえ。私はお前の記憶にも意志にも魂にも指一本触れていない。あんたじゃない。
ならさっきまでの俺は一体なぜあんな。知らないわ。私がここに存在するようになった時、お前はすでに私のことを転校生である知人と認識していたもの。嘘をついているような印象はないけど、ならあんたは何してたんだ。なぜ俺と一緒にいた。何が起きているのか不確かだし、他にやることがあるわけでもないし、リアルワールドというものにも興味があったし、偽りの夢の中でまどろむお前をしばらく観察するのもいいかと思ったのよ。でもそのうち飽きちゃって。やっぱり相手に正しい記憶がないってのはつまらないわね。あんたがそれを言うのかよ。お前の場合、シンセサイズのような改変処置が施されたわけではなく、一時的な混乱の可能性が高かったから、ちょっとした刺激を与えて私を思い出すよう誘導すれば、それで正気になるんじゃないかって判断したわけ。その結果が今。そうすると、つまりあんたにも今のこの状況がよく分かってなくて、とりあえずおかしくなった俺を元に戻そうとしていた。そう言ってるでしょ。分かったよ。それについては礼を言う。いや、礼を言っていいのか。殺すくらいの勢いで襲いかかられた気もするんだが。冗談でしょ。本当にあの程度で殺されてくれるなら、お前も私も今ここにはいないわ。私の待望を阻まれることもなかったでしょうしね。褒めてるのかそれ。さあ自由に解釈しなさいな。とにかくここがあるってもそうなる。なっ、ちょ、手をな。見つけたわ。この程度の魔獣の殲滅なんて楽勝だ。とはいえ数が多いからな。油断するなよ。リスクが必要ね。
してみないとね。あっちゃん、連続攻撃だ。燃えなさい。こんなもの見つけたわ。何もかも試してみないと。させてあげるわ。リリースリコレクション。相手をしてあげなさい。やめなさい。回復が必要ね。消してあげるわ。まだやれるわ。敵よ。そういえば、こちらの人間は死んでも魂が元の体に戻るだけではなかった。それでもやはり魔獣の類は怖いものなのかしら。ペナルティがないわけじゃないんだよ。死を喜ぶ奴はいないさ。それにどうもこの世界に違和感があるんだよ。エール王のようでエール王じゃないというか、ここでやられると一体どうなってしまうのかわからない。用心しておこう。今まで戦った奴らは大したことなかったけれど、もっと強い魔獣もいるの？ああ、何十人かでかからなきゃ倒せないようなのも。ま、それはそれで興味深いわ。いずれにせよここは向こう側のお前たちが作った世界なのよね。もう少し見て回りたいから、お前護衛と案内役をやりなさい。は？俺が？あんたの？
なんで？助けてあげたからよ。恩はちゃんと返すべきじゃない？それにお前もこの世界がおかしくなった原因を調べたいでしょ。さ、そうと決まれば早速出発するわよ。おい待てよ。エール王の主な舞台になっているアルブヘイムには森だの山だの砂漠だの様々な地形が存在している。もちろん人が暮らしている町もあるけど、基本的には自然が多く残された世界だな。そう、結局一緒に行動することになってしまった。まあアドミニストレーターが現れたり、俺の記憶がおかしくなったり、異常が発生しているのは間違いないんだ。一体何が起こっているのか確かめたいし、何より彼女から目を離すのは怖いからな。いろいろな意味で。何か言ったかしら？いいえ、何も。とにかく今世界の状況がどうなっているのか情報収集はしておきたい。まずは一番近い町を目指して。向こうから声が聞こえるわね。だから誤解なんだって。誤解。そうです。私たちは何の関係も。うるせえ、さっさとこっちに来い。揉め事みたいだな。どうするつもり？とりあえず仲裁に入るよ。プレイヤーなら何か情報交換もできるだろうし。よう、取り込み中悪いな。ちょっと聞きたいんだけど、あんたら。まだ仲間がいやがったか。構わねえ、数はこちらが上だ。まとめて叩き。え、言っても無駄。最高司祭たるゆえんを見せてあげるわ。最高司祭たるゆえんを見せてあげるわ。仲間だと頼もしいんだよな、クイネラは。やり合う気なんてないのに。降りかかる火の粉は払うまで。だからおとなしくさせましょう。敵だ。燃えなさい。避けられるか。一見突破だ。貫け。先へ行こう。敵だ。ごめんなさい。降りる。試してみるか。降りる。
だ。よし。くそ、こいつら強えぞ。一旦引き上げた。待てよ。助かった。怖かった。こっちは無事みたいだな。そうなの、ひどいんだよあいつら。とお礼を先に言う。助けてくれてありがとう。私は風花。ありがとうございます。明治は事情があって大きい。事情？ちょっとね。キリトだ。クイネラ。キリトにクイネラね。さっきだった連中に囲まれた時はどうなることかと思う。相当頭に血を。この辺りを探索してたらさ、で、近づいて立ち聞きしたところ。 PK？ プレイヤーキラー。 ALO では許容される行為だ。うん、近畿目…まあ、いや、こっちの話。うん、その時、な…それはまた短絡…だよね。うん、私たち…なるほど。あれ？まあ、ナビ AI が…ああ、なるほど。それに、俺たちの方もちょっと…というと…そうだな、記憶が混乱。それに本来いるはず。そっか、心当たりがある。いやいや、知っていることがあるな。そうだね、大丈夫。とりあえず私の名前は風花、ALO、 そしてナビゲーションピクシー兼開発サポートのため。へえ、それで思い出のシーンを。私がいるんだもの、当然よね。